ちも場所が違ってるんで、はいはい、僕たちのこれもタイトルにもあると思うんですけど、はい、ママさんで勝手に契約しちゃったんですよ。ママさんも別に契約してるみたいなんで、ね、はい、契約してますよ。はい、契約しますよね。はい、でも間違えてね、こっちも契約しちゃったんですよ。先日やった元カノの動画でラファエル元カノに訴えられる。あ、どうもちは。最近の俺の仕事、友達に嫌がらせすること。お願いします。お願いします。お願いします。はい、もうちょっと今回もね、僕がこの、ね、ラファエルチャンネルに、はい、プリンクからいるっていうことは、すごい、はい、ちょっともう場所が違ってるでしょ。はいはい、僕が違います。これもタイトルにもあると思うんですけど、はい、ママさんでちょっと勝手に契約しちゃったんですよ。はい、見つける前に見つけちゃったんですよ。でも本当にもうギリギリの差で、かなさぐらいの感じで、僕が先に見つかって、ラファさんも別に契約してるみたいなんですよね。なるほど。なるほど。そうそう。はい。契約してますよ。はい。契約しますよね。はい。でも間違ってもこっちも契約しちゃったんですよ。でも、かなさで聞かさないですよね。そう、こっちが早かったんです。ああ、確かに。それはもうしょうがない。結構いいとこでしょ、これ。みたいなのがめちゃくちゃやばいです。すごい、キッチンもめっちゃ時間かかるでしょ。広さがすごい。倍ぐらい行ってもいいかなっていう気持ちの上に行ってもいいかなっていうので、なるほど、150で資金で行くから1000万ぐらいかかりますから。やばいな、これ契約します。これの高校以上ですよ、高校。これラモさん来てからちょっと、そうですね、確かに聞いてください。読まないとダメですよね、もうこれ。まあそうですね、読むこと取れるんじゃないかな。今、そこともうちょっと契約してるとかあると思うけど、どっちを使うかっていうのはラモさんが決めたらいいと思うんですよね。あー、まあまあまあ、そうですね。まあだから2個選択肢与えてるって感じで、まあそうなんですよ。でも家賃は両方払うんですよね。まあそこはね、現状はまあまあまあ最低限で仕方ないです。それはもうでもまあこれからいいところ提供してもらってるんで仕方ないっていうので、まあ高校生の時にね、やっぱ進路相談で選択肢が1個しかなかったら困るじゃないですか。まあ確かにそれはそうです。工場行くのか飲食店行くのか2個ぐらいね、用意しといてやらないと。はいはい、ラファさんはその年下大人なんで、はい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 、やっぱさすがに1個の選択肢でレールの上歩かせるのは俺はちょっとかわいそうかなと思ったんで。ヒカルさん、なんでそんなにいい人なんですか。やっぱなんなんですかね。おばあちゃん子やからかな。おばあちゃん子もしかしたらおばあちゃん子ってところがあるかもしれないですね。もうすごいっすね、ラファさんもいい友達持ってなってほんま思いますか。すごい、いやまあ、はい、すごい、まあ、保険としてね、一応、はい、まあ、もう一個も気に入らなかったらこっち選べるぞ。そう、確かに、はい、なんやったら嫌やったら回復するみたいな話ですから。ちょっと喜びますね。はい、はい、これ、まあ、呼んでみきますね。呼んでもいいですけど、じゃあ、はい、喜んでもらえたと思うんです。わかりました、じゃあ電話していきます。いやー、いいことしたらやっぱ気持ちいいな、まあ、こんな朝にな。あ、もしもし、お疲れ様です。今ちょっとヒカルさんと一緒にいて、ちょっと住所を送るんで来てもらっていいですか。はい。はい、すみません。お願いします。お、オーケー。はいはいはい。おーい。神秘やで、おかしいだろ。あ、お疲れ。新築？新築ですよ。やば。めっちゃ綺麗でしょ。これ完全引っ越したんですか。はい。やば。ラーさん最近あるでしょ。新しい建築。これも買いましたよ。はい。ちょっと高かったな。いや俺も間違っちゃって、そのなんかもう本当に金沢ぐらいでこっちも行っちゃって。へえ。はい。文字数
歳引っ越し、まあ、僕は若干早かったんで、はい、早かったです。だからそのラホさん契約してるって知ってたら、もう契約してなかったんで、ちょっと早かったです、こっちが。あ、どういうことですか。ええ、契約してる、どういうことですか。でもラホさんって言う新しい、まあ言ってたじゃないですか、ツイッターで誰かは俺の家探してくれへんから。いや、言ってました、言ってました。つまり言ってた、それで俺言ってたでしょ、俺が見せますよって。つまりでしょ。ちょっといかの、3年前のネクストステージとかやりましたよ。ちょっと、これはほんまに、ちょっと待ちましょう。一旦、これはほんまに、どういう撮影許可ですか、ここは。いや、もう借りてるんですよ、撮影許可。ガチっすか。あ、撮影できます。ちょっと、ラウトで言うんで。よし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 。全然ね、スキリして、スキリして、俺っちゃうから、スキリして。スキリして、俺っちゃうから、スキリして。いや、まあ、もう、契約しちゃってるんで。え、俺っちゃうから、ないだって、まあ、賃貸なんで、ラウトでいいじゃないですよ、もちろんね。そういう意味だ。そういう意味や。確かに。早く待ってしょ。早く待ってしょ。お前
最悪。最悪メロン。なんでそこ交換するの？サプライズしたかったんですよ。まあね、そんなだろう。そう、そういうやつ。おかしいじゃん。ラザンの遅かったぞ、一本。いや、まあ、マジで。よくハリウッドスターだよね、もう、ノリが。いいサプライズしたい、この方が。まだ借りられて、お前もらったーってなれへんよ。まあでも、それはでもまあ、アコニックの話なんで、あとバスになるぞ。それでそれで、なんかもう、過ぎたことを。いや、ほんとさ、ほんとさ、ほんとさ、これ何これ。ヘマしてるやん。なんか、おい、邪魔やった。これだもん、どうかなって。まあでも、これか。前のリーグと同じで、仲介手数料もらわないと、ちょっと。毎月、中金来るんで。ああ、そうですね。仲介手数料1回払ったよ、100個ですから。いやいや、スカウトの世界で一緒なんで、新宿さん見ました。スカウトで行かれたんで、スカウトバックっていうのが入るんで、10% ちょっと毎月。はい。仲介手数料で大変なんで、20万です。まあ、仲介、もうそういう世界なんですよ。ほんま、お前らしいぞ。いや、お前らぐらいはもう分かったから、お前もヒカルさんの会社行ってくる。分かったから。うん。ほんまにこれ、えげつらいわ。いや、そう、まあでも、なんて言うんですかね。嘘やもう、だるいって。でも、安心してくれ。1年だったら、あ、こんなもんやったんかって思います。1年前は。どういうこと？いや、だから1年前考えてください。買ってる場所高すぎて分かれへん。1年前って今、どっちがいいですか、現状。いや、今のことでしょ？ 1 年前も大したことないと思ってるけど。同じことを味わせていただきますから、1年後。もう中は見たんです。どう言えば
でも、まあ、一応エッジだけはでも最低限ラムさんがまあ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 、まあ、僕はもう港から出たくらいですから、ね、そうですね、はい、ガチ何じゃないですか。はい、一周回ってね、ちょっと、まあ、嬉しいけど、はい、あの一応、まあ、見ましょうよ。興味あるでしょ。興味ある。そうなんですよね。こんな物件、こんな物件なんだよ。これ、まず、これあ、パントリーや。はい、パントリーありますね。パントリーだ。荷物ガッサーって言うの、何これ。ゴミみたいな荷物ガッサーって言うの。パントリー広っ。こっちやるよ。これいいな、ごめん。ここ何、ほら、うわ、床めっちゃええやん。そうなんですよ。うわー、どうやらいござるけど、お前さ、カメラアウト逆やカメラ、なんでやってんのお前カメラお前はほんまに外もね、結構広いんですよ。うわっ、うわっ、イエーイ。今がこれだけだよ。なるほどなるほど。いや、広、ベランダ広、これそうそうそう、ベランダ2個あるんや。そうなんですね。広、何これ見たでしょ。天井高、あー、いいっすね。はい、天井高いっすよ、ほんま。天井高いわ。いいでしょ、件数とかできるんですよ、これ割れるでしょ。結構だから本当にいい選びましたよ。これなんすか、ここなんすか。これトイレですよ。これトイレ、はい、トイレです。これトイレ2個あります。うわ、ええやん、はい、トイレめっちゃいい。めっちゃいい、ほんまに綺麗。めっちゃいいトイレ。トイレ2個ありますから、このトイレ、はい、見とかなんで。これここら辺、こっちここに。うわ、えぐ、ここに一緒。うわ、えぐ。シャワーどんなんや。そうなんです、洗面所。いや、ちょっとなんかラブホテル仕様で。あー、わかります、はい、わかります。ホテルとかそうですね。俺だって風呂入れへんから、シャワーなんで、ずっとこれ一緒。えぐ、すごホテルや、ほんま。えぐ、6僕ね、6僕え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 、ぐ、これ、何これ。いいっしょ、新しい、新しい。まだ、ルート、別の。あ、寝室なんだ。え、これ何 LDK なの。2ぐらいですよ、これ。2ぐらいですね、確かに。やめてや、ほんまに。今のところで広いわ、前住んだところで。何兆かも分からへんけど。いいしょ、これいかついな、そこも大理石入ってるんや。いかついな、あ、ほんまっすね。いかついな、かっこいいっしょ、これ。なんでこれ床絨毯なんすか。なんなんすかね。あ、いかついな、天井も全部こうなってるんや。いかついな、これ。やばい、うん、まあ、結構ね、まあ、いい家らしいっすよ。ゲーム、あ、成功者が住む家って言ってましたね。誰が誰か分からない。これは、あ、何を入れんのこれ。服とか、はい、あ、服系ですね。ここそうですよ。めっちゃ入るやん、服。ここうわ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 、エグテレビの方で見るやつや。エグエグ、これやばいっしょ。うわ、ほんまの金持ちの家って感じじゃない、これ。エグ、これ何、 2LDK って何。あそこの部屋と、さっきの、はい、これとさっきのとこと、これはこれトイレですね、多分。うわ、トイレあるやん、もう一個あるやん、2個あるやん。そう、言ってる。うわ、えぐ。これ一応俺らのこう使わないでもらっていいですか。俺だけだから。もうちょっと待って、一回だって使ってるやん、もう誰か。いや、俺が俺用なんで使ってるやん。俺用なんで、うちも使うなしで。ベローになってるやん。まずこれ、ほんまに俺が入った時から変わってたらマジで訴えるんで。ここ俺なんで。潔癖状態。あ、床いかついな、大理石。いいっすね。いかついな。いいっすね。あ、玄関もいかついっすね、これ。いいっしょ。ここ何？何だろうな。あー、シューズボック。はい。あー、そっか。シューズボック。うわ、すげえ。すご。うーわ、えぐ。えぐ。で、これは何の？ここ何の？あ、さっきのパントリーに繋がるやん。そうっす。いいでしょ、これ。どうですか、ここの中がぐるっとパンとつながって、ここまで流れるの。いいでしょ、どうですか、これ。どうですか。普通に怒ってる、普通に怒ってますけど、ここは。まあ、別に怒られたらどうする、じゃあ。別に、そんなぐらいで。子供じゃないから。いや、これも最近な、こいつのせいで怒ったと分かれてんねん。ほんまに。ほんまに、ってるやな、マジで。ガチっすか。あ、でも分かるやん。誰がその嫌がらせのもサブタイトルで、気まずくならない嫌がらせの仕方というのを
だからですよ。これはエグいぞ。エグいぞ。エグいぞこれが。おい。ちょっと待ってくれって。まあいいじゃないですか。これはエグい。またな、二票。また。ジャパンタッチ、アーミンスをした。いやー、俺でもね、この人とはついていっ
ら大成功するかホームレスするかどっちかやろ。どっちかやろ。ほんまに。みんなそうでも本当に栄光の道が開かれますよ。輝かしい。栄養に言うなよ。多額のそのキャッシュやっぱ巻き上げないと、キャッシュを立たないと女性がもう寄ってきちゃってるんだよ。パパ活女子がで考えたドッキリ、よく芸能人とかであるあの本物のお母さんが現れるドッキリみたいな。今日をカンボジアに移動、仙骨区まで帰れまてん、これやってみたいと思います。これやってみます。え、何やってんすか。地獄から召喚したい。やばいっすよ。実は母がおりまして、あ、はい、おばあちゃんですか。はい、今の病院に今入ってます。え、海外の仕事何ぐらいお金してますか。2000万ぐらいってお医者さんにおっしゃってました。2000万ぐらいでいけるんやったらすぐ用意できますけれども、僕